はい、皆さんこんにちは、ガッチマン V です。さて、今回やるゲームなんですけども、感染メイズという、ちょっとホラーゲームになります。あれって感じがしますね。メインチャンネルの方でホラーを上げて、サブチャンネルの方ではホラーでないゲームなんかを上げていくんじゃないのかということだったんですけど、いきなりすいません、特例でございます。メインチャンネルの方で今マンイーターというゲームをやっておりまして、そちらの更新を望む方が非常に多い状況で、この感染メイズが出てしまいました。で、個人的にはこのゲームとてもやってみたかったので、マンイーターをお休みしてこれを上げてもいいんですけど、やっぱそうするとね、残念がある人もいると思うので、かといって1日2本投稿も下手するとマンイーターの投稿に気づかない人が出てきてしまうかもしれないので、こういう時こそサブチャンネルを使わせていただこうということで、今回この感染メイズはこっちのサブの方で遊んでいきたいと思います。早速やっていきましょう。なんかね、一応パッと調べたんだけど、ランダム、生成されたダンジョンで、ダンジョンというかこの病院の中をゾンビが徘徊してるんだけど、それをまあどうやらかやらしながら、地下に降りていくゲームらしいです。だから かげろう系ですね。シャドウコリドー系です。超楽しみですね。通常でいいかな。やっていきましょう。さて、はい、スペースキーで次へ。21時45分、二階堂咲、かっこ妹。変わった名前ですね。名前にかっこ妹がつくんですね。ねえ、どうした？助けて。最初の一言目で助けてでいいような気がしないでもないけどね。え、怖いわ。からかってんの？違う。本当にやばいの。うちの病院の人たちがおかしいの。ほう。うちの病院の人たち。おかしいって何が？ああ、最初は患者さんたちが暴れ出して、同僚が看護してたんだけど、その人もおかしくなっちゃった。じゃあ、さっきかっこ妹さんは、あれか、看護師さんなのか。電話できるか？無理、絶対見つかっちゃう。ほう、声を出してはいけない状況ですね。自衛隊員でしょ？早く来い、来てよ。お、私自衛隊員なんですね。元な、かっこいい、元ソルジャーみたい。俺一人で何とかなる問題なのか？早くお願い。警察に電話すればいいような気がするけど。勤めてるのって加藤病院だよな。うん。地下にいて動けない。わかった。口数がかっこいいな、この人。警察に、警察には連絡したか？さっき？なんだろう、警察には連絡できない。私今警察に電話すればいいと思うんだけど。LS で動く。LS で動く？あ、違う。これキーボード操作とコントローラー操作があれなのか。え、なるほど。まあいいや。キーボード、何この、何このワッフルみたいな。ワッフルみたいな壁、何これ。 LS で動く。あ、え、ちょっと待って。ちょっと待ってね。めちゃくちゃ遅くね？足。グラビがでも食らってるからぐらい。走ると足を押せ息切れちゃってるし、もう。足を押せ。お兄さん、元自衛隊員やばくね？息切れちゃった。あれかい？体中に悟空が修行の時に使うようなさ、120キロとかの重りをつけてんのかな。二階堂咲さん、さっき妹さん。着いたぞ。どこにいるんだ？上の階には行けない。どんどん地下に行ってる。音が響くね。どんどん地下、そんな地下がいっぱいあるのかな、この病院は。今何階？わからない。わかった。すぐに出す。探し出す。うん。早く見つけ出さないと。なんか変な、招き猫とかあるけど。早く見る。スペース、スペース。ボタンを押す。ボタンを、ん？ボタンを、ん？何ボタンで、待って、何ボタンでボタンを押すんだ？ちょっと待ってね。何ボタンでボタンを押すんだ？ルック、ホールドショット、ホールドショット、リロード、銃が使えたね。インタラクト、スペースキー、ターン、Z、スペースキーだ。スペースキー、で、Z で反転。なるほど。で、ここはいけないと。足とにかく遅いな。足がとにかく遅い。スペースで物を操作する。スペース。
こんにちは。あと一つの鍵が必要。地下に降りていくためにはこれが必要なんだね。めちゃくちゃ怒ってるね。めちゃくちゃこの段ボール怒ってる。鬼怒川なんですけどね。鬼怒川って最初読めないよね。鬼横に思っちゃう。クソ怒ってるわって。さっきちらっと見えたね。なんかこれでしょ、どうせ。これ、どうせこれでしょ。これ。これ鍵だ。鍵。お、麻酔弾。麻酔弾。ん？あれ？あ、取れない。取れないね。なんだろう。取れない。あれかな。銃を所持してる状態じゃないと取れないとかそういうやつかな。だからエレベーターがあるから、後で戻ってきて取るとかそういう感じかな。はいはいはい。じゃあ行きましょう。感染メイズ。なんか PV を見る限りかなり怖い感じですね。あの、ゾンビが出てきて。なんだこれ。つか、地下の降り方も特殊だよね。何なんだこの狭い通路は。非常時の通路？はてな。変だな。確かに変だな。開ける。こっち側開けなんかい。おお、開いた。あと2つ鍵が必要。始まったぞ。感染メイズ始まりましたね。首を動かす意味はないんですけどね。VR っぽく首を動かしてみましたけど。エレベーター動かない。まあこれショートカットできるんでしょう。これリーンができるってことは覗き込みをするってことだね。はい。じゃあ鍵を2個見つけりゃいいんだ。あ、1個あった。早いな。こんにちは。もう敵出てくるのかな。ね、PV 見るからかなり気持ち悪い感じのゲームっぽかったけど。なんかサイレンの死人みたいなのがいっぱい出てくる。シャッターとかも使えんのかな。やべ、そういうことか。使えるんじゃなくて閉じ込められるってことだ。鍵ありましたね。あ、つうか右上にマップ出てる。なんだ、超ぬるゲーじゃん。ノーマッピングはいらないってことだね。私のノーマップはいらない。そうか。走ると音を出してしまうし、スタミナ切れるのも激しいのか。そういうことかな。じゃあちょっと行けてみましょう。多分こっから本番だろうな。最初はチュートリアル。なんか聞こえる？なんか聞こえるね。なんかあ、しゃがむ。監視カメラが。監視カメラ？なんで監視カメラ？この手何？私の手ではないです。監視されている？シートじゃん。私は監視されてるみたいですね。これ反転だよね。まあまだまだチュートリアル。しゃがみは音を立てない。まあ監視カメラはこれは。え？キャー！近く。あ、これあった。まあまあ、見つかると音が出ちゃって、ゾンビが集まってくるとかそういうオチかな？でしょうね。仕掛けの一個でしょ。立ち上がっちゃった。ごめん、鍵に気づかなかった。もう早速気持ち悪い音がするんだけど。なんかもう気持ち悪い音がするんだけど。あ、いる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 。いる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 。なんか注射器持ってる。注射器持ってる。あ、いるね。ライトには反応しないのか。武器の類はないんだろうか。
今んとこなさそうだね。あ、いっぱいいんな。見つかると襲ってきそう。重いのか、気味が悪いね。ここ開けない方がいいね。鍵は、あ、ごめん、見てもらったら鍵1個でよかったっけ。ちょっと奥まで行ってみようか。音が重要かな。これは正面に、正面に1、正面1、あそこにも1だ。バレた。バレると来るな。バレると来ますね。そりゃそうか。かわしていくのめんどくさいな。できればトイレ。開けてくるかなこれ。ドックンドックいってんな。まあ開け、あった。普通に開けてくるかな。開けてくるね。開けてくる、開けてくる。やばいやばいやばい。逃げよう逃げよう逃げよう。扉開けてくるわ。あんま良くない。全部で4つも必要なのか。そりゃ大変だ。見えねえな。内側に入る結構な数いるのね。はい、3つ目。とりあえず音っていうか、視覚でバレたっぽかったけどな今な。これ内側入るの結構きついな。一旦離れておこうか。あー、これでも行き止まりだな。ここ1個しか扉がない。まずいな。音も近いな。さあどうしようか。開けて入るしかないね。ここにねえか。あったわ。あばよー。さあ戻るのが大変だな。閉められちゃったかな、あそこ。閉められちゃったから、こうかな。やっべ、やべ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 。大丈夫かな。ギリギリ大丈夫か。あえて動きが遅いからこそ恐怖をかきたてるゲームなんでしょうね、多分。オッケーオッケー。大丈夫、抜けてます、抜けております。あばよー。よし、さっきのやつは何だったんだ。何かつぶやいてたし、肌の色も青く見えた。やっぱりさっき言ってたようにみんなおかしくなっている。でもどうして。麻酔銃。ほほほ、構える意味は、あ、このままで撃てないんだ。構えないとね。このままで撃てない。読む。院長のメモ。被験者が暴れた場合はこの麻酔銃を使って沈めること。頭部は他の部位の6倍の効果があることを確認されている。頭を狙いってことか。
頭を狙うことが推奨される。足の速い被験者には足を打つのが有効だ。少しの間だが足が遅くなる。足が速いやつもいるわけですね。R でリロード。回復薬。ダメージを受けたら回復薬取れるってことか。今は取れなかったね。持てるわけではないって感じだ。止まらないとこれ定まらないね。なるほど。麻酔なんて生ぬるいこと。一発でよかったか。リロードは弾を捨てるタイプじゃないね。じゃあ大丈夫だ。これまあチュートリアルだから多分マックス20発ってところか。じゃあ26発か。とっさには撃てねえってことやな。あれどっかに道あった？まあまあまあ、これを使って次はいけるってことだな。まあでもね、安心だな。基本避けて、やばいとこでこれを使えばいいんだろうけど、まあ連射は使えないっていうか、頭を狙うということが寝てる？寝てるというよりか、目が泳いでない？やっぱなんか、ちょっと、今立ち上がりそうだったな。ほう、こういう使い方もできるのか。え、べ、面白くね、このゲーム。これでランダムマップなんでしょ？たまらんな。嫌な声がするな、なんか。マジ、サイレン感あるな。声がキモい。後ろは大丈夫。2発か。やれてないな。やれてないな。6倍つっても。あ、当たってない。あ、聞いてないが。聞いてなくね？なるほど。誰も一発とは言ってないのか。はぁ？いや、結構撃てる。結構撃てる。結構撃てるじゃん。まあこれやる必要もなかった。5発か。結構大変だぞこれ。麻酔はいっぱいある。まあ多分チュートリアルなんだろうな。やる必要もねえけど、鍵が欲しいな。よし。とっさに気づいてから撃っても間に合わねえな。鍵。待って、鍵の落としね。チャリチャリ言ってるのこれ鍵だろ。お前それ鍵持ってんだろ。違うのかな。うえー、気持ち悪い。違うか。違う、なんか注射器持ってるだけかそれ。え、持ってた。やっぱり正解あったり。あいつは持ってねえな。あいつは持ってねえな。あれ何本必要だったっけ。あ、何本必要なんだっけ。ちょっと補充させてもらうぜ。補充させてもらうぜ。やべ、あいつ持ってんな。ほい。おお、3発。2個目。てかまだ出口俺は見っけてないのかね。何発必要かどころか、何個鍵が必要かどころか、まだ出口を発見してねえんだ。
落ちてるやつとチャリチャリ、あ、じゃあごめん、黄色いやつがそうか、ごめん、嘘、出口発見してるわ。最初のところはそうか、外堀を埋めていこう。音がする、音を聞け、鍵の音は近いぞ。この子かな、外したか。これ麻酔銃めっちゃ血出てるけど大丈夫よ、ほんと。よしよし、3つ目ゲット。よし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 、4つかな。でこの左上のこの薬のマークはこれ体力か、3ミスでおしまいとかそういうことかな。であれ体力回復のアイテムか。あんま狭いとこ入りたくねえんだよな、できれば。近いな、こいつは持ってねえ。でもやるか。今んとこ鍵も落ちてるけど、落ちてる系のやつはなさそうだけど、いつ立ち上がるかだよね。何分で立ち上がるのか、何秒なのか、何時間なのか。あいつは鍵持ってね。まあちょっとぐるっと回って、鍵はいくつ必要か。回復も、ま、うん、近い。待って、いる、いた、あいつだ。待って、複数台いるかも。4歩目かな。とりあえず4つ取った。あんま部屋から部屋に入りたくねえんだよな。これエレベーターはいつでも戻れる、動いてないね。まあまあちょっと様子を見ましょう。ここはじゃあ最初のところかな。4つだ、いけそうだね。 OK、 あばよーん。はい、セーブした。結構サクサクと進めるね。セーブで回復か。セーブがあるから途中からできるわけだ、また。はいはいはい、地下4階。待って、この病院地下広すぎね。囲まれるかな、なんか喋ってる、喋ってる、なんか喋ってるね。多分そのうち、今弾溢れてたけど弾もなくなってくるんだろうね。ここ入る、入るとはしゃ、あ、鍵の音がする。か、鍵主、鍵主がいる。どこだ、待て、どこだ、内側かな。いやー、あんま内側には入りたくない。お前だ、狙いをつけて。はい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 、おとなしく鍵をちょうだい。よし、1本。あ、もう1体いる、こっちだ。モーターいるね。まだまだ麻酔銃いっぱいあるな。近い。
やっちまうか。やった方がよさ、やった方が良さそうだな。これ内側に入ったら帰ってこれなくなる。どうしようかな。こっちの鍵からやるか。近いな。2体鍵がいるんだけど、え、待て、こっちから行こう。これ鍵、これ鍵だな。こっち鍵だ。ちょっとこっちまでおびき寄せよう。そこに入るとちょっとめんどくせえ。ナイスナイスナイスー。あと1体あれか。2体いるな。鍵やったね。もう一体来たな。もう一体来てる、もう一体来てる。で、うちは入っちゃう。よしよし、ちょっとリロードしに行こう。ふう。そう、倒してるわけじゃねえから。で、今回は出口が分かんないの。今度からこそ2体いるな。鍵を集めちゃおう。早くしないと起きちゃう。最初にやったやつが起きちゃう。最初にやったやつが起きちゃうから、そろそろ出口を探そう。今のところ出口見てないよね。あ、弾あった。これはもらっとこう。いただきます。すっごい血出てる。本当に麻酔銃これ。大体でも角だよな多分。違うかな。麻酔銃いっぱいあるじゃん。 あったあったあった。いくつ必要なんだよ。あ、でも足りた。よし、オッケー。ふう、もう無理かも。どうした、追い詰められちゃったのか。今半分、もう半分だって。もう少し頑張れ。まずいな、急がないと。はい、ということでもう半分だって、ランダムマップ。はい、というわけで、じゃあ、まあ今回ここまでにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。